応援してくれるんだ。あ、よし、そろそろミカサ上空へ到着するな。あ、こんなシーンまであんの。今回本気で作ってくれてんな、前回に比べて。イカサへ降下する前に教えておくことがある。山田君の後部のバックパックには一通りのアイテムを入れておいた。あ、俺専用なの。もう前はなんか借りてたけど、さくらちゃんのよく残りがで借りてたけど、もし後部に何かあったらバックパックのアイテムを使うといい。バックパックって、使い方はマップの上でスタートボタンを押すんだ。マップの上、ウィンドウが開いたら十字キーボタンでメニューを選んで A ボタンを押すんだ。そうすると選んだメニューの中に入れる。分かったな。まあ、なんとなく分かるといい。はい、いい、分かりません。すいません、もう一度お願いします。うむされちゃうんだ。はい、いいよ。はい、分かりました。さくらちゃん素直。よし、では降下用意。いいか山田君、後部に乗っているとは言っても着地の衝撃は大きい。空中でバランスを崩さないように着地の衝撃に備えるんだぞ。え、なんかミニゲーム。では出撃。ミニゲームってこと？え、大神降りた？サタ様だけじゃねえこれ。サタ様だけなんだけど、ちょっと。え、待って、スタートボタンで、あ、大神もセットになってるね。こういうことか。キーアイテム中段がセーブってこと。作戦、あ、はい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 、風鈴火山あるんだ。もう素早さでしょ、基本素早さでしょ。これ大神もってことリーダー変わってるけど大丈夫？完全にサタン様になってるけど。なるほどね、こういう感じなんだ。リターンポイント、定型戻りますか。戻りてえな。戻るか。定型戻ります。いいのかよ。はい、おかえり岩崎あん。ご苦労やった。何もしてない、何もしてない。クリア BGM になってる。お疲れのかすまんけど、格納庫について説明しとくわ。格納庫では武器やアイテムを倉庫に預けたり、バックパックの整理や後部の改造ができる。あ、後部の改造できるんだ、それいいな。装備の変更、すなわち武器の持ち替えや武器に技をセットするのも技とかあんの？格納庫でやるんや。まあ、武器の持ち替えや武器に技をセットするんは出撃中でもできるんやけどな。わかったか？オッケーオッケー。詳しく説明を聞く。もっと詳しい説明を聞こう。なんか急に偉そう。急に偉そうになったぞ、ダンサマ。自分のキャラ思い出した。あー、そういうこと？特になかったんでカットだと思います。ありません。よっしゃ、ほな、頑張ってな、山崎はん。これ、本物のサタン様が出てきた。え、ちょっと待って、待って、終わっちゃった？大丈夫かこれ、終わっちゃったけど、ちょっと待って、まずったか？戻っちゃいけなかった？ちょ、アイコ犠牲になってくれ、アイコ。え、まずったか？ちょっとまずった気がする。次へになっちゃったけど。え？出撃、ちょっと待って。後部改造、腕のボディ。あー、こんなんできんだ。あー、なるほどね。グローブマークみたいな、なんか、攻撃力ね。はい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 。なんかあるね。リペアキット。リスターター。戦闘でしか使えません。ほん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 。ちょっとよくわからんけど、まだ。ちょっと待って。救助リスト。なんだろう。なんか救えるってことか。クエストかな？ちょっと待って。出撃しないとまずくねえか。はい。パートナーの選択。大神、正義の二刀流で愛を切り、愛じゃねえや。悪を切り裂か、愛切り裂いちゃダメだよ。そっか、パートナーシステムか。それいいな。あ、いいね、それ。いいよね、進んでないよね、これ。大丈夫だよね。変な進み方しないよね。あ、こういう感じだね。エンカウントすんのかな？ポケモン的な感じ？草むら？全域草むら的な。あ、違う。シンボルエンカウントだ。シンボルエンカウントか。ほい。攻撃、切る、突く、必殺、特技、カバー、共通、防御、使う、作戦、撤退。ちょっとメニュー分かりづらいな。とりあえず攻撃するか。必殺、気力を使うのね。あ、HP とか見れないの。とりあえず切るか。足軽脇地。ちょっと脇地ね。切る、大神か。こっちは大神ね。あ、はい。なんだろう、アクションポイントみたいな感じね。なるほどね。空の奇跡システムね。簡単に言うと空の奇跡システムか。はいはいはい。撃つ、長弾、補修弾。サタス様遠距離型ってこと？シルシウスの太刀ってなんだ。サタさん、高等無形じゃねえのかおい。高等無形とかやったの。鬼を2回解消されちゃった？高等無形。そういうこと？そういうことか。とりあえず切るか。あんま入ってねえな。あ、消えた。どれ HP は？耐久度か。ここでさ、HP とか消えちゃうからわかんねえんだけど。隠されちゃうの厄介じゃない？常時表示しておいてほしいけど。これスピードの作戦にしてるからかな、早いのは。どういうことかな。え、なんかどれくらい減らしてるかよくわかんねえんだけど。HP が相手の。OK。こんなところに魔物がいるなんて。
どういうことなんだ、魔物魔物ワキジだったけど魔物じゃないぞ、マソキエだったよ。この辺りにはもう魔物はいないはずなのに、魔物大神おかしくなってないか、魔物ソダン様が作ったやつ。よろしく、君に一つアドバイスしておくよ。むしろしてあげようか制作者としてしてあげようか。この先無理をして魔物にやられたら、それまでやってきたことが無駄になってしまう、ゲームオーバーか。だから危ないと思ったら逃げたり、指輪キットを使って死なないようにするんだ。それじゃ気を引き締めていくぞ。ここだとセーブできないんだっけ、中断で。ああ違う違うの違うの違うの、セーブじゃねえのこれ。あ、そういうことね。あ、そういうことか。あ、セーブとはまた違うのか。一応風化雪月にもそういうシステムあったな、一回も使ったことないけど中断システムって使ったことないね。セーブと違いが分かりづらすぎて不安になっちゃう。あ、円滑だ。え、なにこれ、なにこれ気持ち悪。あれ HP じゃないのか、相手のやつは。 HP じゃ分かんねえのか、そういうことか。ちょっと必殺一回使ってみるか、試しに。コーマッチ、どういうこと。コーマの子供みたいになるんだ。子供っぽいからね、弱い攻撃でいいかな、一撃し倒せるかな。やっぱそういうことか。なんで近づいてきた今。なんで近づいてきた。攻撃、あ、これは2人分ってことか。大神かな、左が。そういう感じ。レベルは1。はいはい、いいな、勝利のポーズ決めしたいな、今の BGM 来られると。なるほどね、そういう感じか。この先立ち入り禁止。大神さん、この扉開きません。そうだな、どうしようか山崎君。壊しましょう、壊しましょう。とりゃ山崎はなぜかカンナの好感度が上がったような気がした。どういうこと。おいおい待つな、カンナか君は。これはブリッジに通じる重要な扉なんだ。これってミカサの中ってこと。そう簡単に壊れたりしないよ。おそらくこの扉は開くのには通行パスが必要なんだろう。そんなもん必要だったっけ、ミカサの中。戻って探してみよう。そういうことか。でも好感度当たった、上がったイベントだったな、純粋に。正解かな？じゃあ。とりあえず必殺技いっぱい、一回使ってみるか。どれくらい入るか。あ、ローコ滅却デジシ。おー、かっこいい。おー、すごいね。3倍ぐらいのダメージか。覚えとこう。撃つ、長弾。長弾って何？補修弾。長弾してみる。長弾。あ、範囲攻撃かな？この感じだと。今のは。範囲攻撃ってとこかな？レベル上げした方がいいですかね。そんなことを俺に求めると、パート2ぐらいでカンストしたイース、イース1みたいになっちゃうけど大丈夫か。イース1みたいになっちゃうけど大丈夫かな。何あれ、何あれ、椿ちゃん、椿ちゃんっぽくなかった今。なんで椿ちゃんがいいの。これコーマかな、コーマッチの上。たまごっちとか入ったのかな、この時期。だからコーマッチ、コーマ、コーマハガー。コーマハガーって何、何それ。コーマハガー。ああ、それなりに強い。あ、早いな。サタン様より早いのか。シルスウスの太刀がちょっと気になるな、なんかこれ。後頭無形だろ、サタン様が持つべきは。間違ってんだろ。ドロップとかないのかな。なんか、椿ちゃんっぽくないこれ。こんなところでどうしたんですか、何をしているんですか。なぜミカサの中に質問詰めたな。クエスチョンマーク3つもついてるよ。てやでベロボメ、そんないっぺん聞かれたって分かっちゃう。ちょいちょい分かんねえじゃねえかよ。ヨネタっぽいな。ヨネタ弟とかそういうんじゃないよな。ヨネタっぽくね。あ、すいません。わかりゃいいんだ。ところでよ、何してるかって話だけどよ。俺らにもさっぱりわかんねえんだよな。俺ら江戸っ子だからよ、寿司でも食うかと思って、寿司屋へ行ったよ。すいません、手短にお願いできませんか。バカロメってめえ、こら。ここからがいいとこなんだよ、黙って聞け。いつもの寿司屋でサクッと食ってよ、店を出ようとしたら突然景色がゆらっと揺れてな、パッと目の前が真っ白になったんよ。で、気がついたらここにいたってわけだな。わけわかんねえだろ。確かに確かに。何それ、ワープしたってこと。ところで他に誰か見ませんでしたか。さあな、見てねえだ。あ、でもよ、たまに声が聞こえたから、もしかしたらどこかにいる誰かいるんじゃねえか。なあ、またやる兄ちゃんたち。ほら、ここから足し出してくれんだろ。もちろんですよ。どうかい、そいつはありがてえ。それじゃあこいつをやるじゃねえか。さっき言ったんだ、持ってきな。寿司？山崎はキーアイテム、宝箱の鍵を手に入れた。ああ、鍵か。じゃあ頑張りだよ。山崎は、江戸っ子の清水次郎を助けた。誰だよ。誰だ、え、何、清水次郎、粋な江戸っ子、寿司が大好き。どういうこと、どういうこと、え、救助リストってこと今の。あ、ここじゃ見れないか。球場リストってそういうこと？そういうこと。誰だよ、清水次郎って。そんなの、アニメ版には出てこなかったよ。アニメ版なんかね、アニメ版だっけ？アニメ版なんか、
そう、モブキャラ一応出てきたんだけどね。おう、ボス戦ってこと？オッケー。サタン様、頑張ったぞいみたいな。頑張ったぞいってやってる。勝利のポーズ決めたのかな。サタン様の決めポーズ見るみたいな。これ通行パスを手に入れた。大神さん、通行パスです。サタン様、お前の方が先輩だぞ。よくやったぞ。これで先に進めそうだな。宝箱にはいろいろなものが入っている。これ宝箱なの？そうは見えないけど。その時は、必要なくても、先へ進むのに必要となってくるものもあるだろう。だから宝箱には見渡さないように注意してくれ。オッケー。空っぽだった。この左側気になるな。行けたりするんじゃないのかな。通行パスを手に入れたので行きましょう。立ち入り禁止。はい、通行パスを使うんだ。了解。無視できるのか。早いな。はい、大神さん。パスを確認。ロックを解除。オッケー。よし、開いたな。山梨くん、なかなか手際がいいね。褒めて飛ばすタイプだな。これからもその調子で頼むよ。オッケー。これ宝箱？手投げ弾を手に入れた。ミカサの中だからか知らんけど恐ろしいもんあんな。手投げ弾。え、これどういうこと？あ、バッグの中ってこういうマス目で配置しろって感じになってるってこと？そういうことか。なるほどね。そういう感じなんだ。新しいな、それは。あ、こうマッチな。二人とも上がるんだ。山崎は旋風の技を覚えた。旋風はシリウスの太刀にセットすることができる。ご調子で行くぞ。シリウスの太刀はどっから出てきた？どっからそんなかっこいい太刀持ってきたのよ。技セット。旋風。風の力で敵一体を攻撃。なるほどね。つく。当たりやすいが威力は低い。クリティカルあり。そういうことか。そういうこと？こっちはいけない。うん、これ。山崎くん、ちょっと待ってくれないか。ここで、蒸気スタンドの説明をしておくよ。回復ポイントか。なるほどな。上を見てくれ。これは蒸気スタンドといって、サタン様がこれも作ったんじゃないの？上に立つと、耐久値を、耐久値を全開してくれるんだ。何度でも使えるから、見つけたら必ず上に乗るといい。わかったか？いや、なぜここにあるかがよくわからないですけど。わかりました。じゃあ行こう。なんで、これ、セットされてんだろうね。ワンの時から謎だったけど。回復ポイント。あるの謎だったけどな。おお、増えた。旋風使ってみようか、どうせ回復できるか。暗い。あ、でも耐久値だけか。記録は回復できないのか、今の話だと。そういうこと？耐久値が全開した。あ、やっぱ記録回復できないんだな。そういうことか。はい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 。気をつけなきゃな。耐久値だけね。蒸気スタンド。やっぱサダン様が設置した疑惑あるよな。蒸気スタンド。あ、なんかいる。ノーマルワケジだね、あれ。なんか結構、見たことある感じがする。普通のワケジに見える。足軽ワケジだ。普通のワケジだ。まあ、困ったらレベル上げて物理で殴れば。ああ、同じグラフィックだな、テアンデルやると。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。怖そうなの巻き方だ、なんか。ちょうどいいや、兄さん。あっしと一勝負しやせんか。なんでや。コーブと戦う気？人勝負って、僕は。私、俺は、あなたを助けに来たんです。助けに来た。そいつはあるかって。それじゃあ、人勝負終わったら助けられるとしやそうか。あっしは今から兄さんから見て、右手にコインを持っていやす。で、あっしは後ろ向きやした。さあ、で、コインはあっしのどちらの手にある？いや、右だろ。手は変わってねえよ。右です。外れでございやす。待って、右手だったろ。コインは兄さんから見て右手、すなわち足の左手に握られていやした。だからてめえが聞いたのはどっち側とは言ってね、どっちの手と言ったの。残念でございましたね。それじゃあ、これが残念者の商品の赤いリボンでございます。え、これなんか赤いリボンですか？ありがたくいただきます。これなんかアイテム変わるってこと？でもキーアイテムなの。じゃあこれからも頑張ってくださいですね。山崎は博打好きな男ダイモンゴロを助けた。ゴロちゃん、ゴロちゃん何してんの？風文字だったけど。ゴロちゃん、博打人生をかける一匹狼。なんなんこれ。名も知らぬモブキャラが出てきすぎだろ。なんか、突然。なんなんそれ。え、何リボンって。これなんか変わっちゃうのかな、エンディング。アイテムによって。真っ赤な可愛いリボン、アイリスにあげよう。え、宝箱の鍵って、オールマイティーだな。すべての宝箱を開けられるっていう万能アイテムなの。万能異世界チートアイテムなの、これ。うん。まあ、そんなに今んとこ、コーマッチとかしかやってこないから強くないけど、これは上か。
ダメだ、こういうの見ると空の奇跡の S ブレイクで割り込みたくなっちゃうな。割り込みできないかなって思っちゃうな。そう思うと空の奇跡の S ブレイク技って素晴らしかったんだな。この調子でいくぞ。レベル上がったわけじゃないけど、なんか褒めてくれたな。これなんだ、割とテンポが悪いな、これ戦闘。テンポ悪いな。テンポ悪くて困るな。もうちょっとゲージ溜まる速度速いといいんだけどな、全員。ああ、また誰かいる。なんだろう、緑色の服だ。大丈夫ですか？ええ、え？軍人じゃね？こんなところで何をしているんですか？え、デビルちゃんか、本当に。自分は軍人なのですか？訓練中に急に目の前が真っ白になって、みんなそれ言うね。気がついたらここにいたんです。そうなんですか。もう大丈夫ですよ。安心してください。すいません、軍人なのに、何もできなくて恥ずかしいです。そうだ、これ、自分が剣術の師匠にもらった本なのですが、よければどうぞ。鬼よとか言わんやな。剣の秘伝書、技を覚えれる。居合斬りの技を覚えたポケモンか。居合斬りは、こっちにセットできる。それでは、自分はこれで失礼します。山崎は清和田軍人、織本哲夫を助けた。なんだそれ。なんなんそれ。清和田軍人、心優しい。なんだモブキャラすぎんだろ。なんなんそれ。居合斬り、気合を込めた強力な人たち。うん。技を覚える速度なんか速いね。そんなに長いゲームじゃないってことなのかな。9章前だったしな。愛子さんの記録的には。